どうも、ねずっちです。約7000通の郵便物をですね、配達せずに捨てたということで郵便局員が逮捕というのがありましたね。何でも配りきれないんで捨てたっていうんですけども、まあふざけてますよね。郵便物の数は7000、我々は許せんっていうね、そんな感じですかね。郵便局員の仕事は配達、我々は腹立つっていうね。さらにもっと言うとですね、ちょっと物足りない水族館みたいなもんですね。届きませんってね。だけどこれ届けるっていうのはもう信頼関係だからね。届けてくれるもんだとこちらは思ってますからね。それを届けない。郵便物なのに頼りにならない。ねずっちです。ではまた。